だが他の僧がおらぬな。皆は怪我人の手当てを。私は方針らを探して連れ戻してきます。もうことで酒井様。乗りよう。他の僧はどこだ。村のクスシを訓練するため杉寺から来てくれたのですが、猛虎にさらわれたのです。村は無事なのか。方針が猛虎に従ったおかげで。抗う者は殺し、従う者に褒美を。奴らのやり口だ。手向かえばよかったものを。村のためを思ったのだろう。いずれ猛虎は戻る。ただ時を延ばしたに過ぎません。そのために我らがおるのだ。どこへ行ったか分かるか。茶畑の向こうへ行きました。足跡をたどるぞ。伏寺の住職に飽き足らず、方針が僧侶まで狙うとは。杉寺の僧兵は勇猛だと聞くからな。奴らは先手を打ったのだろう。ここを通って茶畑の方へ。調べてみよう。足跡だ。沼の方へ行ったか。よし。方針とは長い付き合いのようだな。争わぬようにと兄をいさめてくれました。方針はどのような僧だ。佐護で流行り病のあった時、顔や手足が腐り、皆から見放された病人を進んで手当てするような男です。大した男ではないか。方針曰く、僧兵は怒りに駆られていると。ですが私の薙刀は少ない犠牲で多くを救うもの。そこに怒りはありません。いました。お主は残れ。ソーラが捕まらぬようにな。
こです。逃がしてやる。俺を待ってる家族がいるんだ。蘇ったという侍はあなたか。方針はおるか。方針？いいえ。ですが取り逃した僧を猛虎が追っております。じきに戻りましょう。酒井様、猛虎が来ます。ノリオ、生きていたか。お主ら下がっておれ。皆無事か。怪我人はおりません。方針は？他の猛虎が連れて行った。ノリオ、奴ら方針のことや杉寺の名を知っていたぞ。酒井様、なぜ方針だけは別に？腕利きの薬師ゆえに使い出があるのだろう。口裂かしいからかも。猛虎を怒らせたと？方針ならばあり得ます。そう答えをせくな。まず行き先を突き止めねば。では私が調べておきましょう。赤島の村で会おう。あまり気をもむな。弓を見て差し上げましょうか。恐れながら私ではこれ以上鍛えられません。礼を言う。またお越しくださいませ。酒井様。ノリオ、皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ、皆討ち死に。浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて枯れたへ運ばれ、その後は討ち死にの方がマシだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。
行き先は？海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？いつか故郷の近江に戻り再興するつもりだ。私にもそんな気力があれば、これまでの人生道は明らかにした。悟りの境地を目指し仏に仕える。それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになるとは。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。武士は己のみに生きるにあらず。それは大変な生き方なのでしょう。幼き頃より家名を背負ってきた身だ。問うたことはないな。それは今もですか？わからん。猛虎襲来前の人生が遠い昔のように思えます。間もなく野営です。おい、坂平です。俺はここだ。アムカスメソグラス。野営を見渡したい。あの蔵はどうでしょう。よし。方針を見つけましょう。誰か囚われておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎の狼煙術。狼煙を上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて明石までお会いしましょう。のろしが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。
ノリオ、やったな。もうこの注意がそれるぞ。Ямар ч удмаар атал. Сүм биш бэлс юм байлгүтэ. Юу ч үгүй ч. あなたはどなたです？仲間だ。逃げるぞ。できません。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません。私は残らねば。西海様、方針。ノリオ、なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか。方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。死んだ。私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた？それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか？苦しみに敵味方があるのでしょうか？敵によるな。
もしかして杉寺は落ちたのか。どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。力を持って力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を。